皆さんこんにちは、ドクター T です。今回はローランドの新しいシンセサイザーファントムをご紹介します。このファントム、全く新しい音源、新しい鍵盤、新しいシーケンサー、新しいコントローラーなどなど、ローランドの最新の全く新しいシンセサイザーになっております。今回はこのファントムをご紹介したいと思います。ファントム61鍵盤、ファントム6、76鍵盤のファントム7、88鍵のファントム8、この3ラインナップの中から本日は88鍵のファントム8でご紹介したいと思います。それではアコースティックピアノ音色をご紹介したいと思います。ファントムのアコースティックピアノ音色はなんとローランドで大人気の V ピアノ音源を丸々搭載しました。続きまして、エレクトリックピアノ音色です。Thank you.
ストリングス音色です。続いてはソロバイオリン音色です。続いてはシンセサイザー音色です。続いてはポリシンセ音色です。ソプラノサックスの音もご紹介します。はい、ファントムでは複数の音を重ねてゴージャスな音を作っていくということがリアルタイムにできます。本体左側のスイッチ、スライダーなどを使ってデュアル、スプリットなどを簡単にしていくことができます。
今回はアコースティックピアノ音色に複数の音を重ねて音を作っていきたいと思います。まずはアコースティックピアノの音色を選びます。次に左側のスイッチを押すことで重ねていく音色を選ぶことができます。さらに右側にありますカテゴリーボタンを使用するととても自分の欲しい音色を選びやすいようになっております。ではストリングス、はい、ストリング音色を重ねました。この重なっているピアノとストリングスの音量バランスっていうのがこちらのスライダーで音量調節ができちゃいます。このようにですね、リハーサル中、本番中でもさっとリアルタイムにバランスを取ることができるので、とても便利です。はい、さらにもう一つ重ねてみましょう。本体左側のスイッチを押して音をさらに追加していきます。今度はシンセサイザーの音色を重ねてみたいと思います。ちょっとキラキラした華やかなシンセサイザーの音色を追加しました。先ほどのスライダーで音量バランスを整えながら弾いてみたいと思先ほどのスプリット、デュアルなどを駆使してさらにですね、多くの音色を重ねたゴージャスな音色、プリセットに入っている、音色で演奏してみたいと思います。まずはクリーナーベース音色と真ん中にですねシンセサイザー音色、そして、広域にですねこのようなまた違ったシンセサイザー音色を、設定してあります。そしてさらにですねこちらの右側にパッドがあります。このパッドを押すことでリズムパターンが出ますので、これに合わせて演奏して楽しむこともできちゃいます。ファントムにはパターンベースの全く新しいシーケンサーが搭載されています。このシーケンサーは16パートあります。その16パートを任意の小節数でループ録音させていくことを重ね録音していくことで楽曲の
フレーズ作りのヒントにしていただいたり、楽曲制作のスケッチを、していただくっていうことが簡単にできます。応用させればそれらの、パターンを組み合わせて丸々4分5分の1曲を、このファントム本体だけで仕上げていただくことも可能です。今回は、分かりやすいようにですね、1小節でパターンループ録音して、パターンを重ねて曲のスケッチを作っていくというのをチャレンジしてみたいと思います。まずはドラムから打ち込んでみたいと思います。ファントムでは主な打ち込み方法として、直接メトロノームに合わせて鍵盤を弾いて録音するリアルタイム録音、そして昔ながらのステップ録音ですね。1個ずつ細かく任意の音の長さ、音の強弱、音の短さ、長さを指定して作っていくステップ録音で、もう一つはですね、今回新規搭載の TR レックによる打ち込み入力方法がございます。今回はドラム録音、せっかくなので TR レックで打ち込みをしてみたいと思います。それはですね、本体右側にあります、先ほど音色を選ぶ際に使用していましたカテゴリーボタンとして使用していました、このボタンがですね、一粒16分音符単位になるこう打ち込みの、ボタンになってくれますので、ここで直接ですね、ドラムを簡単に打ち込んでいくことができます。まずはバスドラム入れてみたいと思います。鍵盤で入れたい楽器を指定して、そしてこちらの TRX ボタンを押して入力していきます。こんな感じですね。次はハイハット入れてみます。多少適当にやってもですね、 TR レックだったら、ちゃんと音楽的に揃ってくれますので、非常にやりやすいです。ではスネア入れます。2拍目と4拍目ですかね。はい、これでドラムが出来上がりました。じゃあドラム以外のパートをですね、実際にリアルタイム録音で、入れていきたいと思います。じゃあこのドラムに合わせて音色を選ぶわけなんですが、ベース入れてみましょうかね。エレキベースが合いそうなんで、いい感じですね。これでちょっと跳ねた感じなんかがいいですかね。では実際に、リアルタイム録音していきたいと思います。インプットクォンタイズっていうですね、多少演奏のズレもですね、うまく直してくれる機能もありますんで、これも活用してみたいと思います。シャッフルクォンタイズなんかかけてみると少し跳ねた感じが出て、ノリが出てくれます。このドラムパターンに合わせたいので1小節の繰り返しで、録音ということにしてみたいと思います。こんな感じですかね。じゃあこれに合わせて何かもうワンフレーズ入れたいですね。例えばクラビネットなんかありそうですね。フェイザーかかった感じ、これで言ってみましょう。先ほどと同じように、録音もリアルタイム録音をします。こんな感じですかね。本当に適当ですけど、はい。こんな感じでですね、曲のフレーズを作っていくということもありますし、まあ、例えばですね、今フレーズが、できたわけなんですが、実
際に自分がこの作ったパターンに合わせて演奏してみても楽しいですよね。じゃあ中世のリードーンか何かで、こういうアドリブのトレーニングになります。でこれでさらにアイデアを膨らませていくみたいなねっていう感じに、していくといいと思います。はい。で今一つの、ワンフレーズできたわけなんですけども、もう一つですね、もう一つぐらいパターンでフレーズを作って、ちょっと曲の展開なんかをですね考えてみたいなと思います。ではもう一パターン作ってみましょう。先ほどのドラムに戻りまして、もう一回 TR レックで新しい別のリズムを作ってみたいと思います。そうですね、じゃあ例えばバスドラムは分かりやすいように四つ打ちなんかにねしてみましょうか。こんな感じですね。ハイハット裏拍に入れていく。ちょっと違いますね。こうですね。じゃあスネアもいきましょうか。クラビネットもお休みさせて、また違うベースのフレーズを作っていきたいと思います。じゃあちょっと違うコードでやってみます。じゃあベースはリアルタイム録音で入れてみたいと思います。こんな感じでですね、作っておけばですね、先ほど初めに作ったフレーズと交代交互に演奏させることができます。これが A、初めに作ったパターン A とします。そうしましたら後で作ったパターンが B ということで、じゃあ A から B です。でこの B のドラムとベースのパターンで A のクラビネットを鳴らすってこともできますので、やっぱ A のドラムの方がいいかなとか、B のパターンの方がいいかなとか、もしくはじゃあ A メロ B メロをお互いいいところにくっつけようかななんてですね、考えながら曲作りをしていくっていうことができますので、この辺もですねすごく新しい曲の作り方、今まで自分がなかった引き出しから、曲のアイデアとかが浮かんでくるかもしれませんので、ぜひですねこのファントムの新しいパターンシーケンサーも使ってみてください。はい、皆様ありがとうございました。ほんの一握りですけども、ローランドの新しいシンセサイザーファントム、簡単にご紹介させていただきました。本当にですねまだまだ今回ご紹介しきれていないファントムの魅力たくさんありますので、それはですねまたこれから随時こだして
発信していこうと思っております。ぜひ皆さんもですね、楽器屋さんでパントムぜひ触っていただければと思います。全国のプラネット、ローランドプラネットのあるお店では私のようなプラネットスタッフが常駐しておりますので、パントムの思想だったり質問などお気軽にローランドプラネットスタッフまでお申し付けいただければと思います。現在のところは島村楽器名古屋パルコ店ローランドプラネットは私ドクター T がおりますので、ぜひ東海地区名古屋の皆さんは島村楽器名古屋パルコ店ローランドプラネットスタッフドクター T までお問い合わせいただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。